願いします。赤崎です。降りしきる雨の中で貴重です。よろしくお願いします。はい、こちらです。ラーメン全然さん、全行ってまいりました。こちら10月15日にオープンしたばっかりですよ。見たところ全然ラーメンですけどね。全然ラーメン、はい、ラーメンです。はい、でこちらね、武蔵新城駅にあるんだけども、はすみのぼりと店の店長さんが、まあ、独立して出されたお店なんです。オープンから4日目でも25人も並んでたよということで、でその並び方なんだけど、はい、これがね重要なんですよ。こちらです。よく見てください。わかりやすい。わかりやすいですか。ね、店内待ちまずね3人くらいなんで、中でちょっと待ってください、はい、ということでまず1ですね、はい、でもしそこがいっぱいだった場合はお店の前に椅子があるんでね、椅子です。あ、ね、椅子ですね、ね、4人まで座れますというのがわかりやすいですね。はい、はい、その後これもダメだったらその正面にこう家があるんだけども、はい、そこのここからここまで静かに並んでください。民家なんですね。民家なんです、はい、でまあそれもダメだったらですね、はい、ちょっと離れた T 字路の向こうに歩道があるんで、はい、マンションの入り口塞がないように、まあ、ここに並ぶと。実際僕はここでしたから、このマンション前でした。あ、だいぶ並んでた。そう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 。食券はまあ丸椅子のちょっと前あたりぐらいでは持ってた方がいいです。なるほど。というわけで着丼です。おっとおっとっとっと、臨場感溢れましたね。臨場感いるんですかねこれ。エビラーメン大ということで、エビラーメン、はい、特別ね許可をいただいてちゃんと撮影してます、はい、なぜなら登戸店は動画の撮影禁止とかだったりするんで、はい、今回はちゃんと今回はじゃあいつもだけど、はい、別に撮影許可取ってますちゃんと、ね、でそうそうそう、うん、エビトッピングじゃなくて濃厚なエビスープになるよという、はい、エビラーメンなんですね。まずは角切り豚ということで、まあ、ハスミ通ってるとね、豚がやっぱりこう四角いもので入ってるんだなっていうのが共通して。なるほど。まあ、それが町田店の継承なのかな、二郎、はいはい、町田店。なるほど、元はね、そう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 。でまあ、野菜なんだけども、この濃厚エビ醤油にね、こう染み込ませて食べていく、うん、これだけでもね、もう十分うまいですよ。別に麺出さなくても、これだけで料理になるぐらいうまいですもん。なるほど。野菜スープでも十分だと思う。そう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 、野菜スープでも。で、まあ、2枚目豚に行ってまいりますが、エビに浸したエビ豚ね、エビ豚、エビ豚これうまいっすよ、本当に。聞き慣れない、聞き慣れないですか。追いエビもうまい、追いエビ、さらに聞き慣れない、追いエビもね、うまいですね。新鮮さがどんどん伝わってきますね。なるほど。そしてお待ちかねの麺ですね、はすみさんといえば、まあ、ぶっといね、このノーカットでお楽しみください、この引き出しから、うん、一口目までをね、安定のメガ極太麺ということでございます。いやーこれ他のところでは ねうどんでもないしね、うん、確かにね、硬いんだわ、硬いね、硬いんだもん。ハスミはそう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 、独自の見てください、もうラピュタのこのようなもん、ほんとだ、圧倒的ガジュマル感ねえというようなね、はい、まあ、器の底にね、うん、エビの風味が溜まってるんで、こうそこから出すとエビーということでね、エビーエビーをちょっともう就職して使っちゃいますけども、油もね入ってますね。これがやっぱり甲殻類と哺乳類のタッグっすよね。いいですよね。で麺類も来て、麺類もあり、まあ、生物の分類で食べ物見てなかったっすね。見てないですか。そうですね、いやもうワイルドなもう自然体のものもどんどん入ってくる、いろんなものが入ってくる。そう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 、ニンニク見て、あ多いね、やばいっすよねこれ。これはすごい。これ一部を出しただけですかね。丼の中にちょっとまだ入ってるから。ああ、なるほど。そう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 、全部じゃない。全部は取れなかった、重すぎて。いつものにニンニクシャワーをしていきまして、で、実はですね、これ量だけじゃなくて、はい、ここも、めちゃくちゃ威力強い。なるほど。本当に辛い、爆裂的な辛さっす、これ。なのでもう、ニンニク辛い二郎系中5番目の候補で現れちゃいました。これまでで5番目知らないから現れたか。今までは四天王だったんだけど、あ、なるほどね、5番目の候補で現れちゃって全くもう、おめでとうございます。いやー、ということでね、ニンニクでする速さちょっとややこうすするね、うん、速さがダウンしたんですけども、うん、いやー美味しいっすね。
止まっちゃいましたよ、もう美味しすぎて。なんだ今の。ただマジで辛いんで、うん、お店から出てきた大学生が、うん、あんまりニンニクはしない方がいいよって列に声かけて、うん、帰ってったから。他の人にも伝えたい。そうそうそう。まあ新しい店なんでね。そうそうそう。情報が共有してね、それは。少しずつ試してみてほしいんですけど、私はそこにさらにブラックペッパーもかけていくんでね。うん、口鍛えられてるんで、マシマシですけども。口鍛えられてるんだ。口鍛えられてるのか、どんどん弱ってるのか、どっちか。感覚がなくなってるっていう。逆に、まあブラックね、ブラックペッパーシュリンプを、ブラックガーリックペッパーシュリンプを食べていきましたけども、そんな中、エビエビ言ってますけども、はい、見てください、こちら、うん。ちょっと赤いものが入ってて、はい、これがなんとエビのね、かけらなんじゃないかっていう。あ、かけら、桜エビとかでもない。の説もあり。あ、もあり。最後の方はちょっとパリパリしたんですよ。結構パリパリしたんで。風味だけでなく、その、もともとの出汁の部分も入ってる。ああ、なるほど。いうことなんですね。いやー、食べちゃいました。うまかったな。見てください、このステータス。92、89、90、97.9 とかじゃん。92.225。 いや、細かくしに行ったじゃん。いや、違う違う、あのね、ニンニク量98でいいでしょ、これ。あれ、違う、98だと、これまで98だったところよりもやや少なめっていう感覚なんで、 0.1 低めっていうことなんで、これ M1 の審査の仕方と同じですよね。やばい。まあ、M1 もね、小数点あったら多分入れたいネタもあったと思うけど、僕は入れていきますからね。ということでね、ハスミの店長さんやっぱすごいっすね。うまいよ、本当に。だまあ、謙遜してらっしゃるのかな、全然ということで。あー、何かを、そうなんですかね。何かをね。なるほど、まあ、新店でね、だんだんとやっていくっていう。全然入ってくる。全然入ってくる。完全にそう。お後がよろしいよね。よろしかったね、今の。よろしかったのかな。じゃあ皆さんもね、ぜひ行列しても美味しいんで、皆さん行ってみてください。なるほど。大変ご相談でした。はい。おっしゃ